ピンポン。ふむ、ここでボケて次に食う突っ込んで、うん、何しとるんや。よし、ここでバッタを煮込めて。本当にお前何してんだよ。あ、あかりちゃん、おっすおっすじゃないのよ。何してるん。いや今ね、次の動画の台本書いてて。うん、そらお疲れさん。それより次は動画バッタ煮込むの。なかなか台本を作るのって難しいんですよね。いや本当にそれな。多分この動画を見てくださっているクリエイターの方々もこんなこと思ってると思います。無事だり、無事台本だり、あー、締め切りが、台本終わってないのに、締め切りが、台本は沼、動画編集はやれば進むけど、台本は思いつかなければ何も進まない、マジで沼、終わんないよー。よし、ゲームをしよう。台本かけてねえら。というわけで今回は視聴者さんからあった質問、いつもどうやって台本作ってるの？に回答していきたいと思います。おー、ええやん。では、あとは任せた、あかね。え、うち、お前やんねえのかこら。すまんなあ、あかねちゃん。ふん、まあまあ、お笑いのことならうちに任せろや。まずはネタ選定や。めっちゃ大切な部分。今回は、一般的イメージネタでやってくて。何それ。ざっくり言うと、一般的なイメージが固まっている単語をネタとして作っていく手法や。共通のイメージが固まっている題材は、そのイメージを裏切れば笑いになるんで、やりやすいんや。はあ。まずは、テーマをゾンビに設定したうちらの動画を見てもらおうか。ふむ。じわっす。あ、すまん。急に来るからびっくりして頭突きしても歌。いいね。もう一回。キモ。で、今日は何や。あかりちゃんゾンビ好きだよね。嫌いだけど。そんな、ゾンビグッズ大量に買ってきたのに。買ってくんな、そんな。おいおい、動いてる動いてる。こいつ本物っぽいな。ははは。何言ってるんですか。本物とか。後ろ後ろ。近づいてきてるよ。黙れるよ。うわぁ。はがない。噛みねえのかよ。いれば忘れてる、いれば。あ、すまんね。よっしゃー。これで焼肉食うぜ。何つけや。うわぁ。ついなちゃん、焼肉準備万端です。違う違う、今それいらない。任せろよ。あかねちゃん、ゾンビ退治には十字架にニンニク。多分なんか勘違いしてるっぽい。もうお姉ちゃんどいて。ゾンビはヘッドショットで一発が相場だよ。おお、ダンコブできた。そんなわけあるか、てめえふざけんな。うわー、くそ。こうなったら逃げるしかない。ゾンビは足が遅いから走って助けを呼ぶ。うわー、運動神経無駄にいいな。うわー、任せろ。あなたは我このチャンネルの守護神。この動画の敵を打ち滅ぼすものなり。あ、マッチョフリー素材サイトでたくさん写真を撮ってるのでみんなよろしくね。 URL は動画の概要欄。わあ、長に語り長えから襲われてんじゃねえか。わあ、おふ、怪我はないかみんな。こんなマッチョの人、うちらの代わりにマッチョの人、マッチョの人。くそ、みんな名前わかんないから緊張感一切でね。ふ、ようやく出番が来たと思ったらこんな役回りとは参ったぜ。おい、マッチョの人大丈夫か。どうやら俺はここまでだな。おい、あとは頼んだぜ。みんな、マッチョの人、ダンコブできた。そんなわけねえだろ、てめえふざけんな。で、まあこんな感じや。今見るとテンポ早すぎてくさ。まあそこは一旦置いとくか。まずは台本完成までの全体像やで。テーマを決めて、テーマからイメージできる要素をすべて書き出し、書き出した要素からボケを考える、ボケとツッコミを考える、ボケとツッコミに行くまでの流れを考えるって感じや。へ、最初のテーマ2目はもう終わったんで、次はそのテーマから連想できることを書き出していくで。そこで他に、ゾンビといえば何をイメージする。せやな、バイオハザードとか。ふむ、ならそれで行こか。バイオハザードに出てくる普通のゾンビってどんなイメージや。足が遅いとか、頭が逆転とか。バッチリや。そんな感じでゾンビから連想できる全てのことを書き出していくんや。ふむふむ、書き出した結果がこちら。おお、ここから次はボケを考えていくな。はい。ボケを考える時の基本中の基本、それは真逆を意識することや。というと、例えばさっき書き出したこの要素のこれ、ゾンビは噛みついてくる、これを真逆にして考えてみると、噛みついてこない。せや、つまりこんなボケが作れる。バー、うわ、ゾンビだ、噛みつかれるぞ。逃げろみんな、噛みつかれたらゾンビになっちゃうぞ。逃げろー。ちょっとは遅いそぶりを見せろやゾンビ。こら、噛みつきたい。そんな時期が私にもありました。なんか悟ってそうなゾンビ来たって感じや。へえ、さっき見た動画の中ではゾンビは噛みつくけど歯がなくて噛みつけないっていうボケにしていたで。へえ、一つの要素からでもいくつもボケの切り口はあるんやな。せやな、こんなイメージで書き出した要素に対してボケを作っていけば OK や。次はツッコミを作っていくで、ツッコミを作る時のポイントは、視聴者の気持ちを代弁する、状況を補足して、視聴者にボケの意味を理解してもらう、の2点や。これが例えば、さっきのゾンビ動画で実例を見せると、青いが銃でゾンビを撃ち抜いて、タンコブできたっていうここのボケ。ふむ、見てる人はここで、いや頭打ち抜かれて、タンコブ程度で済むわけないやろうって思うはずや。それをツッコミで、ゾンビはヘッドショットで一発が、相場だよ。おお、ダンコブできた。そんなわけあるか、てめえふざけんな。と代弁してあげる。これが一つ目のポイントや。へえ。二つ目のポイントは、状況の補足として、ツッコミを使う。やけど、これも実例付きでお伝えするで。はい。ゾンビ動画の後半のこのシーンや。こんな感じで、みんながマッチョの人を心配するシーンを。
任せろ。あなたは我このチャンネルの守護神、この動画の敵を撃ち滅ぼすものなり。あ、マッチョフリー素材サイトでたくさん写真を撮ってるのでみんなよろしくね。 URL は動画の概要欄。わあ、無駄にかかり投げえから襲われてんじゃねえか。わあ、おふ、怪我はないかみんな。こんなマッチョの人、うちらの代わりにマッチョの人、マッチョの人、クソ、みんな名前わかんないから緊張感一切でねって感じで、名前知らんし緊張感ないというツッコミをしてるやん。うん、これはみんながマッチョの人を心配しているシーンだけの場合、見てる人からするとどこが笑いどころかわからんのや。ふむ、そこでみんながこのマッチョの人の名前を知らないという情報をツッコミで補足してあげることで笑いを生むということをしてるんや。ほえ、無意識やったな。え、天才か。天才かも。これで要所要所のボケとツッコミは完成で、最後にこの作った要所要所をつなげていくだけや。ここは正直ボケとツッコミの話として違和感なくつながれば、他はそこまで意識することないで。はい、最後はオチやけど。オチか、なんか難しそう。そんなことないで、漫才なら天丼っていうテクニックを使ってみるとええで。天丼、天丼っていうのはお笑いのテクニックの一つで、同じことを相手に度三度と繰り返すことによって笑いを取るテクニックのことや。へえ、実例を見るで。ここで重症のはずなのに単コブしかできていないというボケを入れておいて、ふむふむ、最後にもう一回そのボケを入れて話を締める。ほうほう、これが天丼を使ったテクニックや。天丼する場合はなるべく間を離して、同じボケを使う場合もあれば、あえて短時間で何回も同じボケを使い倒すって場合もある。覚えとくとええで。へえ、そうなんか。天丼か。え、今の違うから。天丼って聞いてお腹空いたわけじゃないから。お、おう、なんかすまんな。いや、すごかった、素晴らしかったな。あかねちゃん天才や。えへへ、それな、少しは謙遜をしろ。まあでもうちが天才なのは揺るぎようのない一つの真実やし。 1+1 は3。え、人格変わった。はい、バカー、天才バカバカです。バカー、お前もそのバカなんだよ、自覚しろや。さて、私たちはこのようにして毎回台本を作っております。この作り方が正解というわけではありませんが、今回の動画が皆さんの創作活動における気づきの一つにでもなれば幸いです。なんでこいつメインズラしてんの。では今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画バッタのニコニコ解説にてまたお会いしましょう。バイバイ。そうだ、忘れてた、てめえ絶対そんな動画出させないからな。おい、これが天丼。天丼ですね。天丼か。今お腹の音が、あかねちゃんがお腹すいたって言ってた。いや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 、うちじゃない、うちじゃない。